AWS を活用したファイルサーバー構築と題して、実際の AWS の画面を見ながら設定方法をご紹介したいと思います。これからクラウドを使ってみたいという方、まず何から始めますか？最初はリスクが少ない新規のサーバーを立ててみるとか、ファイルサーバーを構築するではないでしょうか。今回は AWS を使ってファイルサーバーを作ってみたいと思います。ファイルサーバーを構築するためには、まずはサーバーである EC2 とストレージの組み合わせだと思いますが、ストレージは何を選べば良いでしょうか？ストレージは大きく4種類考えられ、 EBS は EC2 の仮想ハードディスクであり、 EC2 からマウントして使用します。 EFS は NAS ソートで Linux 限定です。 FSX は EFS の Windows 対応版です。 S3 はストレージゲートを使用しますので、今回は EBS を利用します。構成図は画面の通りです。今回の構成はシンプルな構成ですので、パフォーマンスは高く、 EBS のスナップショット機能を使うことでバックアップやリストアが簡単に行えます。またシンプルな構成のため、オンプレミスからの移行が簡単となります。しかしシンプルがゆえ、 EC2 の部分が単一障害点となったり、 EBS のディスク容量の増減操作が煩雑になるというデメリットはあります。ここからは実際に AWS のコンソール画面を見ながら操作していきたいと思います。まずは VPC を設定していきます。VPC のマネジメントコンソール画面を開きます。名前の欄にはファイルサーバー VPC と入れていきます。 IPv4 のところは 10.11.0.0 を設定します。次にサブネットを作成します。右上のサブネットのボタンをクリックします。 VPC の ID は作成したファイルサーバー VPC を選択します。サブネット名はファイルサーバーサブネットパブリックと設定します。アベラビリティゾーンは東京を選び、 IPv4 のところは 10.11.0.0 を設定し、サブネットを作成していきます。続いてインターネットゲートウェイの作成です。右上の作成ボタンをクリックし、名前の欄にはファイルサーバーインターネットゲートウェイと入れます。次にインターネットゲートウェイと VPC をアタッチするため、右上の VPC アタッチボタンをクリックし、ファイルサーバー VPC を選んでアタッチします。次はルートテーブルの設定です。右上の作成ボタンをクリックします。名前の欄にはファイルサーバールートテーブルと入れます。 VPC はファイルサーバーのものを選択して作成を行っていきます。次にルートを編集します。送信先は 0.0.0.0 とし、ターゲットにはファイルサーバーのインターネットゲートウェイを選択して保存します。続いてサブネットの関連付けを行います。ファイルサーバーサブネットを選択して保存します。次にセキュリティグループを設定します。右上の作成ボタンをクリックします。名前の欄にはファイルサーバーセキュリティグループと設定し、説明欄には SSH アクセスと入れます。VPC はファイルサーバー VPC を選択します。次にインバウンドルールの中にあるルールを追加します。タイプは SSH とします。ソースには 0.0.0.0 を設定します。説明欄に SSH アクセスと入れておきます。そしてセキュリティグループの作成をクリックします。次に EC2 を設定します。画面中央のインスタンスを起動するボタンをクリックします。再度右上のインスタンス起動ボタンをクリックします。ステップ1はマシンイメージを選択する画面ですので、 Linux を選びます。ステップ2のインスタンスタイプでは、今回は M5 シリーズを利用するため M5 シリーズを選び、 CPU とメモリを選んでいきます。次はステップ3の詳細設定です。使うネットワークの部分はファイルサーバー VPC を選択します。自動割り当ての IP のところは有効に変更します。ステップ4のストレージの追加の部分はこのままで次に進みます。
ステップ5のタブの設定は、キーにネーム、そして値にファイルサーバーインスタンスと入れておきます。ステップ6はセキュリティグループの設定です。既存のセキュリティグループの方に変更して、ファイルサーバーセキュリティグループにチェックを入れます。ステップ7は確認画面です。起動ボタンを押すとキーペアを聞かれますので、新しいキーペアを選択します。キーペア名にはファイルサーバーキーとします。そしてキーペアをダウンロードしておきます。これでインスタンスが作成されます。それではインスタンスの作成状態を確認してみましょう。ファイルサーバーインスタンスを確認します。ステータスの欄が今は初期化していますとなっていますが、これが2分の2チェックに合格しましたと表示されれば、インスタンスの起動が完了です。次は EC2 への SSH 接続を確認するため、VPC の設定を行います。VPC の画面に入っていきます。VPC の一覧から、ファイルサーバー VPC を表示していきます。右上のアクションタブから DNS ホスト名を編集していきます。今はまだ DNS ホスト名が有効になっていないため、レテンをつけて保存します。次にパブリック DNS の状態を確認するため、EC2 の画面からインスタンス画面に移動していきます。ファイルサーバーインスタンスを表示すると、詳細タブにパブリック DNS の記載がありますので、これをコピーしておきます。そして SSH 接続を試していきます。コマンドプロンプト画面に移動します。まずは Windows 端末から EC2 に SSH 接続するための環境設定を行います。ユーザー名の下に SSH ディレクトリを作成します。この中に config ファイルを作成していきます。今回エディターを使って編集したため画面はありませんが、config ファイルの中身は画面に表示している通りになります。ホストネームのところに public DNS を貼り付けます。次に秘密鍵を config ファイルで設定したパスにコピーしていきます。試しに SSH 接続をしてみます。今のままではパーミッションのエラーで返されます。そこで PowerShell を起動してパーミッションを設定していきます。キーを置いているフォルダに移動します。そして現在のパーミッションを確認します。今は4つのユーザーにパーミッションが割り当てられていますが、一旦すべてのユーザーのパーミッションを削除していきます。そして自身にパーミッションを割り当てます。改めて SSH 接続を行います。この画面になれば EC2 への接続が成功していることがわかります。次に EBS を設定していきます。EBS のボリューム作成ボタンを押します。キーにネーム、値にファイルサーバーストレージと入れます。これでボリュームは作成されました。次に作成した EBS のボリュームを EC2 にアタッチしていきます。ファイルサーバーストレージを選択し、アクションからボリュームのアタッチを選びます。インスタンスには今回作成した EC2 インスタンスであるファイルサーバーインスタンスを選びます。そしてアタッチします。次に EBS を EC2 にマウントしていきます。まずは SSH 接続をします。LSBLK コマンドを使用して使用可能なデバイスを表示します。
MKFS コマンドを入れて EBS のファイルシステムを EX4 形式でフォーマットします。これで EBS のフォーマットが完了しました。次にマウント用のフォルダを作成します。マウントコマンドで作成したデータフォルダーに EBS をマウントします。なお、この状態では EC2 を再起動したときにマウントが外れてしまうため、恒久的にマウントしたい場合の手順をご紹介します。エディターを起動し、エトセの FS タブを編集していきます。FS タブの中に画面に表示されている内容を追加していきます。一度リブートし、再度 SSH 接続を行います。LSBLK コマンドを使用して使用可能なデスクデバイスを表示します。青枠の通りマウントされていることが確認でき、これでリブートしても EBS がマウントされていることが確認できました。以上で EC2 と EBS の設定は終了です。今回は最もシンプルな EC2 と EBS の構築手順を紹介しました。 EC2 の OS には Amazon Linux を選択しましたが、 Windows も選択可能です。また、EBS の追加は Windows ボリュームの拡張ウィザードを使用すれば新規ドライブに割り当てることが可能です。動画は以上です。次回は EC2 と EFS の構成を解説予定です。次回もお楽しみに。